さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあ今回はですね、板ちょっとバインかちょっとセッティング見てほしいです。バインディングはちょっと何年か前のコンタクトプロっていうユニオンの中だと結構こう可動域の広いスタイルが作りやすいバインなんですけれども、それを前足6度そして後ろ足がマイナス6度っていう風にもう完全に横乗りになるようなセッティングを組んでみました。結構前まで、何年か前まで、何年かって言っても結構前ですね、あのグランドトリック、グラトリをやろうみたいな時には結構このセッティングを使ってた頃が多いんです。今回はグラトリをっていう感じじゃなくって、前足普段前向いてるものを横に向けてくるので、このノーズをしならせるっていうことがとってもやりやすくなるんですね。でこれオーリーはテールのしないじゃないですか。でテールのしなりをしっかり作りたいので、僕は後ろ足ゼロ度付近が好きなんですっていうのを結構このスノーボード大学でもお話してますけれども、今回はそのしなりっていうのをノーズでもうまく作っていきたいなと思って、前足6度でセッティングして出てきました。スタンス幅は54センチです。さあちょっとですね、テールで弾いてノーズでキャッチして、ノーズのしなり、そしてノーズの反発、そういった部分を利用したボードさばき、板遊びをやってみようと思います。今日もよろしくお願いします。
っていう感じでございます。今日はなんと朝も紹介しましたけれども6度のマイナス6度で滑ってきました。グラトリをしたいとかってよりも前足を普段僕21とか30とかが多いですけど6度にしておくとここのノーズのしなりがものすごくこう作っていきやすい感じです。バランスがいいですね。なのでまあテールのしなりは普段0度とか気持ち3度マイナス3度とかのダックスタンスが多いのでテールのしなりは普段から重視してるんですけどもノーズのしなりで遊びたいなって思って今日は前足6度っていう形で滑ってみました。ぜひとも6度のマイナス6度レギュラーのメインスタンスでもスイッチスタンスでもスノーボードを楽しんでるノーズテールうまく使ってる感じをチェックしてみてください。スノーボーダーの青木玲でした。